室町時代に大成した能、世界無形文化遺産にも登録されています。謡と鼓や笛の囃子を伴奏に、歴史や神話を題材にした悲劇性に富んだ物語が演じられます。下駄に和服にカンカン帽、いでたちはさながら大正ロマン、能楽師林方の曽和鼓童さんです。訪れたのは今宮神社御旅所の能舞台。曽和さんは小鼓方、能において曲の進行を司る要の楽器です。祖父曽和博さんは人間国宝、亡くなる直前の90歳まで舞台に上がり続けました。ここ今宮御旅所は祖父が初舞台を踏んだゆかりの地。毎年5月に能舞台フェスタが開かれます。私45になりますので、まあ、この世界は50、60、放たれ小僧とこう言われたり、祖父がテレビを見てる時に60歳になった人を見て、あ、やっとこう落ち着いてきよったななんてことを言うておりましたので、まあ、僕なんかまだまだ、まあ、おしめを変えてもらってるか、まだそんな次元やと思いますし。小鼓は桜材の胴、麻紐の調べを、そして馬の皮で構成されています。楽器なんですけれども生き物なんですね。これは本当の馬の皮ですので、湿気が帯びると皮が伸びてくる。それをこっちの左手で握ったり離したりする微調整をするんですけど、お天気同様に心のお天気も鼓というものに反映されますし、例えば体にも、いい楽しい思いがいっぱいあればいいハッピーな思いにもなれますし、反対にしんどいことばっかりを背負っていくとそれがまた舞台に現れてしまうというのは、悲しい差がやと思うんですけれども、それを見せないというところも芸の一つでありますし、舞台と舞台の間は全国各地で出張稽古、生徒は90人に上ります。小鼓の基礎に加え作法や心構えまで能の断りを伝えます。今日はこの辺がちょっとガタガタしたけれども、その時はポポン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 、しっかり握って握ってたよほー。まあ、諏訪先生の小鼓が特に顕著なんですけど、なんか 音がなんか丸くて柔らかくて、なんか弾んでるような感じがするんですね、聞いてて。それがとても魅力的だなと思います。今日いいコメントやったからごちそうせないか、またか。この日は間近に控えた公演のリハーサル。よろしくお願いします。演目は道成寺。紀州道成寺にまつわる安珍清姫伝説の後日譚を描いています。主役のして方は恋に敗れた女の怨霊である白拍子を演じます。
この曲の見せ場の一つが乱拍子、小鼓と捨て方の一騎打ちです。指揮者がなくて、みんな、ね、正面を向いて動いておりますので、その息遣い、また掛け声の掛け具合、その音と音が鳴ってないところの、まあ、探り合いみたいな、そこにコミュニケーションがありまして、アイコンタクトもできないこう難しさ、主役のして方っていう方に思いを背中に注入したのを広げてもらう、気を察知しながら、テレパシーで、なんか演奏しているっていうのが脳なんじゃないでしょうか。迎えた公演当日。緊迫感あふれる乱拍子。一転激しい鐘入り。静と動のコントラストが鮮烈な舞台でした。いかんせん敷居が高い能の世界、もっと裾野を広げなければ。曽和さんはあるホテルへ向かいます。京都ブライトンホテルで小鼓と笛の能楽ライブを行います。能楽師林方の曽和古道さん、笛方との打ち合わせはあっという間に終わります。初めから言うと本当申し送りみたいなもんでしょうね。自分らの思いをだけを仕込んどいて、本番にだけポンと、だから初めにゆっくりめでいきましょうとか、あんまいらんことごちゃごちゃ言うよりも、その方がやっぱりいいものもできる可能性もあるし、もしかしたらぐちゃぐちゃになるかもしれないけど。曽和さんは能舞台以外のステージも積極的に取り組んでいます。やっぱり音がすごく遠くまで広がっていく感じがしました。聞くのでしたね、はい、空想しました。今度は寺町三条のギャラリーでして方とのライブと交流会。まずどうぞ追ってみてください、ね、はいはい結構でございます。音鳴りません。お釣りもらうみたいな、ね、はい、力を抜いてでバーにして、はい、そのままゆっくり下ろしてポイ。こうした地道な活動もいずれ能舞台に足を運んでほしいという願いがあってのこと。打つ場所を変えたり、いろんなことを提供はしていきたいんですけれども、
自分が思っている鼓の筋は変えたくない。お米でもそうですけど、ふにゃふにゃではおかゆさんになってしまいますし、おにぎりにちょうどいいぐらいのお米がやっぱりその味わいみたいなのがあって、なんかそういう芯があるっていうものが自分の芸の目指すところやと思うんですよね。命には終わりあり、能には果てあるべからず。能楽師林方曽我古道さん、45歳、まだ道半ば。